はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、セブンペイ VS ファミペイ、お得なのはどっち？コンビニスマホ決済サービスについて徹底比較してみたということで、7月1日より開始した話題のセブンペイとファミペイなんですけども、ふと思いつきまして、QR コード決済のサービスはたくさんあるんですが、今回はコンビニの QR コード決済に特化して、実際にどっちがお得なのか、それぞれ比較していこうと思います。ということで今回はざっとこちらの4項目でお伝えしていこうと思います。まず店舗数、使えるお店ですね。そしてチャージ方法で還元率をエンタメ性ということで、早速店舗数からなんですけども、まずまあ店舗数イコール使えるお店ということも含めて、セブンイレブンが 29,73 店舗、そしてファミリーマートが 15,507 店舗ということですね。まあ5000店舗ほど差はあるんですけども、まあ僕のイメージは勝手にまあセブンイレブンがめちゃくちゃ多いなと思ってたんですけども、そんなに気持ち差はないのかなというふうに思います。次にチャージ方法ですね。セブンペは画像の通り、クレジットカード、セブン銀行デビットカード、セブン銀行 ATM7 個ポイントでチャージ、レジで現金チャージ、そしてクレジットカードはビザやマスターなどある程度のブランドは対応しています。でファミペイはレジで現金チャージ、そしてクレジットカードタイプのファミマティカードのみという感じですね。今のところ他のクレジットカードでチャージをする予定はファミペイはないということですね。でこれを見たらやはり圧倒的にセブンイレブンの方が便利がいいですよね。以前にもお伝えしたもかもなんですが、僕はファミペイで現金チャージをしたんですが、やっぱりなんか慣れないんですよね。まあこれに関しては個人差はあるかと思います。次は還元率ですね。セブンペは7個ポイントとして、通常時は 0.5%、200円で1ポイントずつ貯まります。で、キャンペーン期間中は 1% 還元ということで、200円で2ポイント貯まります。まあ、これはもう7個ポイントとして貯まりますね。次にファインペイなんですけども、通常は200円につき1円分の、まあ、これはファインペイのボーナスが付与されます。で、期間中は、まあ、ご存知の通りかと思うんですけども、現金でチャージをすると 10%、そして、ファインマティカード、クレジットカードタイプでチャージをすると 15% 還元をされますということで、まあ通常時の場合はあまり変化はないんですけども、キャンペーンの期間で言うとファミペイの方が圧倒的な還元率ですね。次にエンタメ性ですね。まあいわゆるどっちが楽しめるかという、結構僕がいつも動画で言ってるワクワク感に近いものなんですけども、まあセブンペイですね。セブンペイちょっと失礼かもしれないんですけど、探したんですけどちょっとあまり見当たらないんですよね。まあ確かにおにぎりのクーポンやコーヒーが無料になるキャンペーンとかやってるんですけども、まあちょっと物足りないかなと。でファミペイなんですが、ファミペイに関してはそれぞれクーポンがあったり、あとはコーヒーを購入ごとにスタンプが1つ貯まったり、1日1回できるゲームなどがついてるので、まあ、これに関してはファミペイの方が良さそうですね。最後に補足なんですが、これはセブンペイには該当はしないんですけども、セブンイレブンに関連することで7月の1日からセブンペイ以外にもペイペイやラインペイ、そしてメレペイが対応したっていうのはセブンイレブンにとってはかなり大きいのではないのかなというふうに思います。最後にですね、まあ比較したことについてまとめると、チャージ方法や店舗数についてはやっぱりセブンペイの方が多いので、かなりの場面で活躍するのではないのかなというふうに思いますけど、まあ還元率はエンタメ要素でいくとやっぱりファミペイの方が優勢なのかなっていうふうに、まあ僕としてはこっちの方が楽しめる要素は詰まってるのかなというふうに思いました。まあぶっちゃけもうどっちがいいかに関しては、これは本当に個人差があると思うので、一番いいのはもうご自身がよく使うコンビニであれば、それに合った決済方法を使うことが本当一番だと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。